分を決めて、ナイフで自分の目をえぐって、痛くて怖くて気が狂いそうになって、それでも頑張って奥へと深く差し込んで、だけどダメでした。最後まで、目がつぶれるまでナイフを押し込むことができなかった。ああ、雪が降っているのね。分かっていたんですよ。こんなことがいつまでも続くわけがない。それでも私は、ああ、雪が降っているのね。